はい、どうも、フメイレオです。今回ですけども、アナキン・スカイウォーカーでスコアボムをめっちゃ貯めてですね、最後に、アナキンの、はい、スキルで大消去したら、1回でどれぐらいスコア出るのか、やってみたいと思います。で、前回ね、ウッディ&バズで同じようなことやってるんですけど、それがね、340万だったのかな、確か。それを上回ることができるのか、ちょっとやってみたいと思います。で、ジャイロをオンにして、タイムとコンボとボムも使います。コインはいらないな。これでやってみたいと思います。さあ、頼むぞ。今日の午前中にですね、アナキンのコツとか、まあ、アナキンだけに言えることではないんだけど、そう、動画出してるんで、そちらぜひ参考にしてみてください。タイムボム来ちゃー、タイムボム2つ来ちゃー、ためーの OK。 繰り越しミスってるけど、まあ、いいよ。結構溜まったんちゃいますの。いやでもこれさ、やばいな。これ6消去以上しないとスコアボムが出ないっていうところになってるんで、ちょっとジャイロとか使った方がいいかな。あ、よしよしよし。どう？次も、行っちゃったらきついかな。いけるかな？行ってみる？次、マッハで貯めて。あ、よし、1個生成できたな、でかい。いやー、ちょっと。間に合った。さあ、これ何個あるかな。いてまえ。どう、なんだった。やばい、早すぎて見えんかった。ちょっと待って。いやでも結構いてたよね。フィーバーイン中で結構いてたよね。500万は超えてたんじゃない。どうすか、ちょっと動画編集で何万か伝えると思うんだけど、やべ、早すぎて全然わからんかった。でもフィーバーイン中にできてるんで、フィーバーのインのスコアも乗ってるはずなんで、はいね、ちょっとはい、ということで皆さんもね、ちょっとお遊びがてら試しにやってみてください。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、バイ。